それでは次です、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。成城大学の東さゆみです。それではカー特派員からのメールをご紹介します。地下鉄中町台駅から3分のところにイタリアンレストランのラ・ベルタがあります。とっても美味しい料理がいただけるお店で、でもお値段はかなり手頃で、お客さんに気軽に食べてきてほしいというシェフの気持ちの表れなのかもしれません。ぜひウィンテレで取材をしてきてください。どんだけ投げやりに読んだんだよお前。頼むよ。すいません。ちょっとちゃんとこうね、見てくれてる人が情報くれてるんだから。はい、ごめんなさい、すいません。そうだろ。はい。でどういう店だって言うの。とってもお値段が手頃なイタリアンです。手頃で高級なお店がある。手頃で高級なイタリアンです。いいじゃん、いいじゃん。ということで今回のテーマは街の巨匠からの贈り物です。素敵な名前。素敵だね。多分だってさ、やっぱりなかなかまだフレンチって言うと馴染みがないから。ないですね。イタリアンだったらね、みんなでもちょっとカジュアルに行けそうでしょ。でもそんなにリーズナブルで美味しいとこなんて探せないからね、なかなかないなと思ったんですけど、今回私見つけちゃいました。いや、それでは私見つけちゃったでしょ。違うでしょ。すいません、カートの範囲さんが自分の手柄にしてるから。見つけました、私の手柄。それでは VTR どうぞ。皆さん、もうすぐクリスマスですよ。行く場所決めましたか？怖い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 。いやー、今日はデートにぴったりの中町台にあるイタリアンレストランを紹介したいと思います。じゃん。本格的なイタリア料理がリーズナブルに楽しめるラベルタさん。オープンカフェもあり、親しみやすい店構え。こんにちは。こちらが本場イタリア、フィレンツェで修行したシェフの井上さん。イタリアのお店をイメージしたゆったりした店内。この日はクリスマスの飾り付けもされていました。フィレンツェってあのかの有名なフィレンツェだと思うんですけど、はい、どこにあるんですか？はい、あのイタリアでいうとちょうど中部に位置しまして、あ、ローマの方を。フィレンツェの方にもあるんですけども、あのそれを元にした私のオリジナル料理のフォアグラを使ったフォアグラサンとグラタンとツナとジャコを使ったピザをお作りいたします。食べないとすぐ怒っちゃう人になるんですよ。カルシウムを取らない。そうだ、カルシウムだ。何言ってんの。3倍吟味。井上さんが考え出したオリジナル料理フォアグラタン。グラタンにすることでフォアグラの味が外に逃げないんだそうです。もしかして大きくないですか。これ溶けていきます。これ歯必要ないですね。そしてピザに日本の味ジャコを取り入れたツナとジャコの緑のピッツァ。小さな子供からお年寄りまでみんなに美味しい味なんです。栄養にもいいし、美味しいし、もう最高ですね。待って、見てください。こんなに敷き詰められてるんですよ。ジャコも、ツナも。あ、私ちょっと忘れてたことがありました。ちょっと待っててください。はい、すぐ戻ってきますんで。はい、あの、もうすぐクリスマスだと思うんですが、カップルで楽しめる特別なクリスマス料理とかはありますか？はい、もちろんご用意してございます。焼き上げた合鴨のもも肉にブラッドオレンジのジュースを煮詰めた赤いソースをかけた料理。シェフがクリスマスをイメージして作り上げました。合鴨のもも肉の骨付きグリル。骨付きもも肉の合鴨の骨付きグリル。このソースやっぱり食べたことがなかったので、ちょっと安心。この美しいお肉にソースが染み込んでます。美味しい料理ばっかりだと、もうクリスマスの方は予約はいっぱいで取れませんかね。まだ23、24、25日ともに若干ですけれども席の方ご利用がございますので、一度お問い合わせいただければと思います。じゃあまだ間に合うんですね。はい、皆さん予約はお早めに。以上、東とベルタの井上がお送りしました。ちょっと当分禁止な。もう東ダメだよね。三大なんですか。吟味？吟味。三大吟味だもん。三大珍味。なんか漢字が似てると。似てる？すごいよな。
だってさ、もも肉の骨付きグリルだよってことは骨をサービスでつけてくれたってことになるの。いや、私のミスは、まあ、さておいてお店なんですけど、なんとこのクリスマスのコースいくらだと思いますか。やっぱりね、5,000円ぐらいになっちゃうよな、5,000円には。なんとこれ、私が食べたフォアグラタンと合鴨のもも肉の骨付きグリルと前菜10種類とドリンクとデザートがついて、前菜10種類と10ですとドリンクとデザートがついて4,000円です。4,000円。合鴨もフォアグラのグラタンもついてですよ。ああいうのに高級食材を使っててってこと。はい、ものすごいお手頃で、私たちも頑張ったら学生で行けるね。ねえ、いや安い、すごい安かった。さなちゃんどうだった。さなここです。さなちゃんどこだって。イタリアン大好きなのでぜひ行きたいですね。フォアグラなんて食べたことある。ないです。もうここのフォアグラ一品ですよ。でもクリスマスに行く人がね。何どうした。絶品絶品絶品。せっかく今いい話してて一品ですよって。そう、あなたね、分かってる。言ってごらんじゃん、三大珍味。フォアグラとトリュフと、うん、あとキノコの何かが。キノコがトリュフだから。そうだよ。でもこれはこの話に結構関係なくて完全にね、ダメだ。でもフォアグラタンは私想像以上に美味しくて、フォアグラとグラタンって多分みんな思うと思うんですけど、あのフォアグラだったらやっぱりソテーだったりを想像すると思うんですけど、グラタンにすることで中に味を全部閉じ込めて、もう汁がぎっしりちょっと詰まっていて、これ忘れられないですよ。忘れられないですよ、うん、じゃあお店の情報を。はい、じゃあお店の情報です。はい、トラットリアダベルタです。電話番号は 045-942-3561 です。休業日は水曜日と第1、第3火曜日です。ホームページもありますので、詳しい情報はホームページをチェックしてみてください。しかしこれ地図です。東クールだねお前。真っ黒、もうちょっとなんか可愛らしい子。猫は何で描いてる。あれ描いてるな。本当に痛いやん。白黒すぎてもうツリーとか描いてみたらいいかもね。時間がなくてすいません。はい、そして地図です、はい、第三京浜都築インターチェンジより車で8分、市営地下鉄中町台より徒歩3分、車と電車両方便利なので皆さんぜひ行ってみてください。地図の色分けの意味もあんま分かんないこれは駅はあの青で、ここのラベルタは書いてあります書いてあります、はい、ラベルタは書いてあります。